キズナあかりです。前回はひいひい言わされて大変でした。しかしそんな悪夢ももうおしまいだ。前回処置した黒人さんの体に悪魔が宿っていると見た。だから3人目の処置を終えたらあのご遺体を火葬しよう。ちなみにこのゲームはいろんな種類の演出がランダムで発生するから周回しないとストーリーや全ての演出を見ることができないんだ。だからわかるよね。まさか2周目をやれと。そんなことより、本日のご遺体は、若々しい女性です。おっぱいが大きいです、私のように。これはいいサムネになりそうなので、じっくり観察しようかな。こんな角度とかどうかな？いいと思うよ。ああ、でもな。血抜きしてるシーンとかもサムネにしたらインパクトありそうだよな。サムネって大事だからな。じゃあ、ここに、あかりちゃんを寝かせてみるとか。やめろ！ダメージを受けるたびに服が破れる実況動画ってあるじゃん。じゃあ私たちは、驚くたびに服が破れるホラゲってどうかな？今日、葵ちゃんを仮装した方が良さそうだ。あ、ありがとう。服が破れる企画に賛成票が入りました。悪魔から票を獲得するのやめてくれる？レポート作成中、さっきのやつくらいならそんなに怖くないからウェルカムなんだけどな。ボーナス悪魔だね。そんなボーナスいらないよ。この人は22歳か、若くして亡くなってしまったんだね。で、レポート印刷っと。今のは、何の音？プリンターの音ではなかったような。あ、ご遺体のお腹、見て。大きな傷が。これってどういう現象？悪魔が宿ってるのは、この遺体なの？難しいね。どういう要素から悪魔が宿っていると判断するのが正解なのか。とにかく、サクッと処置していきます。パッチンオッケー。血抜きもオッケー。うわぁ、傷跡が痛々しいね。なんだか、どの角度からでも、ドロッカーを突っ込めそうな。やめてよ。っていうか、明るさいじったせいなのか、ご遺体の皮膚の色味が、割といいんだよね。確かに。実はもうエンバーミング済みだったりしてね。ダブルエンバーだね。それ、なんだか武器の名前みたいだよ。また声が聞こえる。けど、正直このパターンには慣れちゃったな。実体で、ポーンって来なければ大丈夫。来ないかな？来ない来ない。絶対来ない。という割には、何度も呼ばれてるね。一応、どこかで何かが起こってないか。確認はしてるんだけど、ホールの方には何もいないみたい。じゃあ、遺体の保管庫の方かな。一応、このゲーム、外にも出れる仕様だけど、まずは屋内を確認して、それでも声が続くようなら外を見に行こう。落としちゃった。まあいいか。じゃあ、遺体の保管庫へ向かいます。ちなみに今さっき、シーンの切れ目とか関係なく明るさ上げました。なんで？楽しみだね。そういうことか。しかし、ずっと呼ばれてるな。ん？なんだあれ？ここから、上司の人の声が聞こえてたんだ。こんなとこにいるはずないけどね。ということは、悪魔から呼ばれてるってことか。そう言いながらためらいなく入っちゃうあかりちゃんなのでした。え、入っちゃダメだった？そう、Little Raymond。Thinks he found a replacement. Another sacrifice to save his fucking skin! 暗いし、天井低いし、悪魔の声が聞こえるし、何なのこれは。なんだろう、血の流れに沿って進むしかないね。気味悪すぎー。あの扉は？ダメだ、開かないよ。戻ると何かが起こるか。どこかに鍵があるのか。あ、こっちにも行けるみたいだ。暗すぎてよくわからないけど、マネキンかな？何かできるみたい。なんだろう。やったね。鍵を拾ったみたいだよ。じゃあ、これで扉を開けられるね。もう一体いるけど、一応見てみるよ。はい、あーんってしてごらん。あーん。なんで葵ちゃんがあんするのさ。お腹すいた。
私はエンバーミングと恐怖演出でお腹が空くどころじゃないんだよ。お菓子取ってこようかな。ダメダメ、今から扉開けるんだからちゃんと座ってて。はい。なんだか悪魔と対面しそう。みんなあっちを指さして。ってこれ、上司の人が。うわあ、これは悪魔と契約したってこと？どう解釈すればいいんだろう。今ある情報だけでは理解できないところなのかも。これは、お墓。契約した上司に墓に入るよう指示されて、そのまま埋められて。あの上司がやっぱり悪魔だったんじゃないの？こんな異常な夜勤させてるし。いや、まあ確かにブラックな勤務させてるけど、それとこれとは次元が違うブラックだよ。とりあえず処置室へ戻ってきました。まあ今のは全て幻覚だったんだね。悪魔に見せられた幻覚だね。あ、言うの忘れてましたが、このゲーム、時間とともに自分も悪魔に憑依されていくらしいんだ。その要素が演出やエンディングに関係してくるらしいよ。今さら。じゃあ、この主人公のレベッカは、もしかしたら死んじゃうの？どうだろうね。とにかく、これで全員の処置が完了したわけで、あとは悪魔が宿っているとおぼしき遺体を仮装するだけなんだけど。私は、この遺体を仮装することにするよ。あら、黒人さんの遺体ではないと。うん、でも最後の演出の不気味さといい、悪魔と契約する場面なんて見せられたら、もうこの遺体しか考えられないよ。そっか、果たしてどんなエンディングになるかな。Nice not to be the one down there for a change. Raymond? I suppose a first name basis is in order. Did I make it? Is it over? For now. It's never really over. You've come a long way. It's a lot to learn. I'm so glad I'm here. I know it's disorienting. You'll get used to it. You should head home and get some rest.Every night can be different. I think I'm fine. Are you sure? You seem out of it. Oh, I've just been waiting for so, so long. What? What are you? Oh, no. You didn't use the mark. Rebecca! Rebecca's not here, you fucking idiot! You can see worthless. Watch your foolish boy.And drink it as it melts from your pitiful frame! Worthless old shit! はい、というわけで無事に憑依されてました。うわぁ、頑張ったのに。仮装した遺体が間違ってたのかな。いや、まあ、あかりちゃんは頑張ってたよ。ただゲームのシステム的に、他にも試さなければいけない要素や、時間短縮に努めないといけないから、初見1周目はこのエンディングになると思うよ。さて、2周目はどうする？他の方へお願いいたします。私は、もうお腹いっぱい。というわけで、周回パートは、
他の人が実況するかもしれません。まだ周回パートの動画作ってないですが、もし他のエンディングの出し方をご存知の方いらっしゃいましたら、コメントで教えてくださいませ。それではここまでのご視聴、ありがとうございました。さて、お菓子食べてこようっと。私も行くぞ。